とは思えないくらいの熱演ね。信じてくれた？もう、なんでそんなに疑り深いかな？ねえねえ、それじゃあこういう時定番のあれやってみたら？リアルを知ってないとわからない質問をしてみるってやつ。何かキリト君のとっておきの秘密ってない？
それじゃあ、あ、そうだ、お兄ちゃん小学4年の授業参観の日に。ふんふん。妹さんなのかはっきりさせようとしているだけじゃない。で、続きは？あ、授業参観の日にお母さんが見に来るからってはしゃいじゃったらしくて教室で。いいえ、私がキリト君の反応を見て本当に妹さんが判断します。はい、それじゃあ続きをどうぞ。私のアバターネーム。私はアスナ、よろしくね。それでリーファちゃんはどうして SAO の中に？他の MMO を遊んでたら突然ここに強制移動したから。うん、1年前に出た ALO っていう VRMMO なんだけど。このアバターもそのゲームのシルフって種族で。へえ、 SAO 以外の VRMMO か。ってことはナーブギアってまだ発売されているの？いえ、ナーブギアは事件の直後に回収されました。でも他のメーカーがアミスフィアって後継機を発売して。嫌いってわけじゃ、そりゃ得意な方じゃないけど。お兄ちゃんはこんなだし、お母さんもかなりのゲーマーだったって言うじゃない？私もちょっとくらいかじってみようかなってね。私なりに家族のことを理解しようと思ったわけ。でも他の MMO
ってくるなんて、そんなことってありえるのかな。こうして目の前に証拠があるんだから信じるほかないよね。ごめんね、私もどうしてこうなったのかよく分かっていないの。リーファちゃんが謝ることないよ。うん、そうなんだけど。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。それじゃあ町に戻ろうか。え、ダメ？いいじゃない。誰かに聞かれたら、ダンジョンでシェイプチェンジのトラップに引っかかったとか言えば。それに、いつまでもこんなところにリーファちゃんを置いておく方が問題よ。リーファちゃんもよく今まで無事だったね。何か気配があればすぐに隠れてました。それじゃあ私が町に行ったらかなり目立っちゃいそうだね。なんか光ってるんだけど。うん、色が少し違うよね。それにあんな空高くに転移するなんてないし。